じゃあよろしくお願いします。はいはい、NPO 団体の天野と申します。よろしくお願いします。あえて団体法人にしたら非常にもう大変なんでね、私勉強した結果個人でやるで、NPO で活動しております。まず報告書ですけど、コロナ前まではだいたい年間1000名ぐらい私来てたんですよ。高齢者事業の事業名は高齢者の歌声広場ということで、それでコロナになってからもう令和3年なんか半年間施設がクローズになる。それでもう今まで来てたメンバーがもう来れなくなってですね、それでもう令和3年でオープンしてからでもう3割ぐらいしか来れないんですよ。それでこれ令和4年度はもう辞めるのは一度辞めれるんですけど、やっぱり先ほど の方も言われたけど高齢者がいるところがないわけですよ。それでこの歌声広場というところに来まして、作りまして、これで私後にも出ますけど新聞なんかにも報告を出して、それでやりまして、コロナ禍で長時間外出規制など心身ともに疲弊した高齢者に歌の力で心身ともに健康になっていただくために音楽療法を活用し、高齢者に元気になっていただき、事業の内容はプロジェクターを使いスクリーンに映し出された歌詞を見ながらピアノの生演奏で文化庁選定の日本の歌100選を7曲、昭和平成の歌謡曲を7曲、叙情歌が6曲、毎回20曲をさやかホールのコンサートのような雰囲気で歌っております。それで次がそれで昨年も令和4年間はどうなるかと思ったら一覧を作ってる収入ゼロでなくて501人新しい方も14名来られてですね、そして家族も非常に喜ばれましてね、行くとこができて、で1時間前ぐらいから来る方もおるんですよ。もう家も早出て行ってくれとそれでそれぐらい、それでまだコロナ前には戻りませんけど、特に私はその高齢者相手なんでね、亡くなったりもう自分は来たいけど運転者がいない、それでもうそういう分かる苦情っていうのは分かるんですよ。もう本当に行きたいけども足がないということですね。それから収支報告書も一応81万円ぐらいで事業が1年間できましたんで、そして実際に歌声広場っていうのはこういうふうに伴奏で、それからマスクして換気をして、それで歌っております。でこれは私フェイスブックに毎回載せてるんですよ。だからフェイスブックの写真を、ちょっと2枚だけこういう形でフェイスブックをやる。それで20曲のうち10曲終わったら先生のコーナーで 10分間ありますんで、先生のコーナーが先生がクラシックのピアノの先生の場合はクラシック弾いたりいろんなことをやっていただくのでそういうコーナーも作っている。それで来られた方に必ずもう満足して帰っていただくということで頑張っております。それからこのグローバル通信というのも僕はもう18年になるんですけど、これ毎回これ作ってる、上にプログラム入れてるんですけど、これ20曲 の曲を準備して、それで裏はこれの解説をつけてる。やっぱり同じ年代の人なんで解説がついてたら早く来るからね、やっぱりこう見て非常に。それから今回のこの支援でこのチラシを作って施設に公民館といろいろと置きました。そしてこちらがコミュニティの新聞、向こうが
狭山候補で、ここで80歳、これで僕80歳っていうのをあえて入れたんですよ。そうしないと、もう僕も77歳になるんで、80歳の気持ちが分かるんですよ。80過ぎて行くとこなんで、80歳からこれをやったらですね、引き合いというか問い合わせが非常に多くてね、20件ぐらい問い合わせがあったんです。ただ来れる方は半分ぐらいですけどね。そして令和3年に大阪府の表彰されました。で、僕壇上でいただきました、皆さんの分まで。それで実際に歌うのはこういうふうなプロジェクターに、A っていうのは日本の歌100選です。で、こういう歌をこう20曲これも毎回作って、そしてここでコロナ前まででしたら全曲3番また3番歌うんだけども、私自身がそんな歌えないんで、大体2番ぐらいに減らしてるんですよ。で C っていうのは叙情歌なんですよ。それで C っていうの叙情歌で、これが6曲と、それから途中10分間トイレ休憩を含めて10分間ありますね。これこういうのを作って、それからその月に生まれた誕生日の方をお祝い、それから今度は B っていうのは歌謡曲、昭和平成の歌謡曲、これを7曲用意して、で合計20曲みんなで歌って満足して帰っていただいていると、そういうことで運営しております。だからとりあえず令和4年は1年間事業ができたということ、これだけでありがたいんですわ。もう行政の場合だったら急に「はい終わりや」と言うもんですので、はい、そういうことで終わりです。はい、ありがとうございました。それでは質問ございましたら。はい、長年にわたって高齢者の方々に楽しい場所を提供して活動されているっていうことに敬意を表するところなんですけれども、ちょっとこちらからも事前にも質問させていただいてましたし、今もそこだけがちょっと引っかかるんですけれども、高齢の方がいらっしゃるっていうことは、急にいろんな変調があって来れなくなるのもそうでしょうけれど、そこに参加されてる時に突然不調になられるっていうこともあるとは思うんですけれども、これについて何か対応策っていうのはお考えですか？来られた方が今まではないんですけど、何か起こった場合は受付を確認したら、受付とそういう緊急の連絡を取るようになってるそうなんです。だから受付にすぐ行ってくれということでしたんでね。だからどこに受付がどこでどうやるかは少し知りませんけど、ただそういう今までそういうことを歩いて来れるような元気な人ばっかりなんでね、もう大体僕より上80代が多いんでね、だからそこはあまり深く考えてないんですよ。はい、それとじゃあ何か不調なんかがあって、あるいは何かその今足がなくてっていう苦情を来るっておっしゃったんですけど、来れなくなってしまわれた方たちに対してですね、せっかくこれだけつながりがあって親しくされているわけなので、何かそうお声掛けをされるとか、彼らが出てくるきっかけを作るとか、何かそういう働きかけはされていますか？はい、私はこれスタートしてる18年間ですけど、コロナ前までは2、3ヶ月間来なかったら必ずはがき出してるの。で、コロナになってから今もそうだけど、コロナか高齢者か何かわからんから出されへんわけですよ。この下手に出してですね、もし亡くなったりしてたら失礼だし、それで今はコロナになってからも今年賀状は出してるんですよ。だからそういうフォローっていうのは私はもう2、3ヶ月したら必ず出してる。これ僕、商社の若い時に必ずそのフォローっていうのは外国ですからね、これをしなかったらお客が来ないわけです。だからそういうことを頭にあるもんだから、ただ高齢者の家庭に必ずもそうやって僕も働きを楽しみにしてる人も多かったんですけどね、ちょっと今はそんなんでね、コロナがないやったらいけるんですけど、
分からんだけにね、それでもう非常にもうやりにくいんですわ。あのだいぶ収まってきましたので、今お話聞いててもとってもいいことだなと思うので、ぜひそのハガキをっていうのを復活させていただいたらいいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。